潮時市立博物館おうちプラネタリウム内空。皆さんこんばんは。うちからプラネタリウムを楽しんでもらうおうちプラネタリウム内空、3回目のテーマはこちら、春の大逆戦パート2。まずは前回のおさらいです。5月中旬、夜8時頃、北東の空を見上げると、大熊の尻尾、北斗七星が輝いています。大熊の尻尾のカーブをそのまま伸ばしていくと、オレンジ色の一等星アークトゥールスが見つかります。アークトゥールスは牛飼い座の一等星です。大熊座と牛飼い座の間にある2つの星、ここには猟犬座があります。大熊の尻尾のカーブ、実はもう少し伸びていきます。5月下旬夜8時頃、北東の空を見てみましょう。大熊の尻尾のカーブ、春の大曲線はアークトゥールスの先にあるもう一つの一等星も見つけることができます。この星はスピカ、日本では真珠星と呼ばれています。同じ一等星ですが、アークトゥールスとは違う色をしています。星は表面温度によって色が変わります。温度が高い星は青白い色、温度が低い星は赤っぽい色に見えます。アークトゥールスはオレンジ色、スピカは青白い色をしているので、アークトゥールスよりスピカの表面温度が高いことがわかります。スピカから星をつないでいくと、こんな形の星座が描けます。なんだかイカちゃんみたいですね。見つけるときは真ん中の Y の字型を探してみてください。この星座は美しい女神様乙女座。この乙女座、モデルになった女神様は2人います。1人は農業の女神デーメテール、乙女の左手。スピカがあるところを見てみると、麦の穂を持っています。麦の穂は農業の女神デーメテールの象徴です。乙女座は穀物が実らない冬には現れず、春になると姿を見せるのです。もう一人のモデルは正義の女神アストレイヤ。アストレイヤが使っていた道具が乙女座のそばにあります。少し目線を移動して乙女座の足元を見てみてください。四角い星の並びを見つけることができます。これは天秤座。この天秤を使って正義の女神アストレイヤが何を測っていたのかというと、アストレイヤは人間の魂を天秤にかけ、良い魂は天国へ、悪い魂は地獄へと送っていたそうです。地獄にいるエンマさん、博物館で良い子も悪い子も
会うことができます。おうちプラネタリウム内空、いかがでしたでしょうか。6月6日土曜日から柏崎市立博物館ではプラネタリウムを再開します。次回はプラネタリウムでお会いしましょう。